はい、ザッケーです。はい、ザッケーです。今回ですね、電源落ちる企画パート2ということで、実はというと、はいはい、カー出したら電源落ちる後に撮っていく、あの直後ですね。あれ以外にもなんかできないかなって考えたんですよ。考えた結果、考えた時間大体6分7分ぐらい、まあそれぐらいですね。そう、モリクマでダブルストローク秒速30以下出たら電源切れるゲームやば、これはやばい、それはやばい。最初はね、カー出したらってことしか僕考えてなかったんですよ。あ、レンタでもいいじゃんと思って。レンタカーそう、どっちから行く。でもさっきの通り行きますか、順番は。次から行く、はい、OK。ビニールモードも選ぶとゲットゲーム。ビニールはいる？いや大丈夫です。強い。そこを選ぶと同様を選ぶと。よっしゃ、今のうちにやっていきます。今翔さんがどっか行ったんで、このうちにやっていきますよ。ごめんね。帰っていった。ちょっとビニール探してる。何個ビニールあった？持ち歩きしてた。おー、すげえ。あと30秒。はい、では。さっき何点かあるからね、なかなか30秒出なそう。うわー、まあね、プレッシャー。やばい、プレッシャーが半端ない。あ、見えない。一応変えよう。はい、いい感じですね。やばい。せめてあと1台入れたかった。それでもアウトだよ。肉食べたね、さっき。そういうことだよ。俺手がくなくなんだよ。これで失敗したら本当の企画だわ。確かに。2です。当てていいのか分からないレベル。そうだよ。まあね、最初の1本目は、ね、入れてくれると思うんで。プレッシャーがやすい。あと30秒。違うよ。冗談言ってる場合じゃないよ。この髪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 。あ、そう、いつも通りやればいいんだよ。そう、そうだよね。
そう、34以上以上。僕が1振り15以上、だから15がダメ。15はダメって感じですか。それ今、なるほど。16から OK。 16以上ね。そう。おー、厳しい。じゃあ俺からいく。さあ行きますよ。じゃあそうしよう。回転いきますよ。じゃあそうしよう。この辺とかに当たったら終わりだよ。終わりですよね。もう片方の手でこれを見てるんですよ。
やばい、一振り目で分かる絶望感。あ、これ入らないって思いますか。なんかこの位置的に。うわ、ちょっと悔しい。この会話もオフにします。うわ